今日はふれあいコンサートにお越しいただきありがとうございます。オルガニストのタミヤです。一番最初に今日は12月18日ですので、もうあと1週間もすればクリスマスという時期なので、まずこのクリスマスソングにちなんだ即興のメドレーをお届けしました。オルガンっていうと皆さん多分なかなか馴染みがない楽器じゃないかと思うんですけれども、おそらく多分オルガンと聞くと教室にある小さなオルガンを想像される方も多いのではないでしょうか。ヨーロッパではですね、ああいう教室の小さなオルガンみたいなものはむしろ、リードオルガンとかハルモニウムとかいう名前で呼ばれていて、むしろ単にオルガンと呼んだ場合は大きな教会とかコンサートホールにあるパイプオルガンのことを指します。今日ここに持ってきた小さなこのお賽銭箱みたいな形の楽器ですね。これポジティフオルガンという名前がついているんですけれども、実は歴史とした、パイプオルガンの仲間で、
この中に中たくさんのパイプが詰まっていて、このパイプにの一本一本に空気を通して、音が出る仕組みになっています。ちょっとこの中多分見ると面白いので開けてみますね。わーという歓声が少し聞こえましたけれども、この中にこの錫などの合金でできたパイプが、224本かな、この楽器は。実に224本のパイプの一つ一つに、空気を通して、実はこれ一つ一つ大体リコーダーと同じような仕組みのパイプが一本一本ついていて、そこに、今日は電気で風を送ってるんですけれども、風を送ってパイプに風を通して音が出るという仕組みになっています。実はこのオルガンという楽器はですね、ここに鍵盤があってピアノと同じような形をしているんですけれども、実はとても歴史が長い楽器で、紀元前にはもうすでにその原型がある、ヨーロッパの、楽器の歴史を探っていっても、最も歴史が長い楽器の一つでもあります。今日は短い時間ではありますけれども、このポジティブオルガンの魅力をたっぷりと楽しんでいただければと思います。一番最初にクリスマスソングのメロディー、メドレーを聴いていただいたのにちなみましてですね、次の2曲、スウェーリンクの幼な子我らに生まれたもの、それから3曲目のブクステフでのいかに美しきかな暁の星はというのは、どれもですね、ヨーロッパでずっと長い長い歴史の中を通じて、歌い継がれてきた、それで今でも、教会などで歌われている、これも歴史のあるクリスマスソングと言っていいと思います。スウェーリンクはオランダの作曲家で、もうずいぶん昔になってしまいましたけれども、通貨がユーロに切り替わる前、オランダではギルダーという、通貨の単位だったんですけれども、そのお札に、その顔が描かれるほどの、人物でした。これがスウェーリンク。それからブクステフーデーという作曲家ですね。これは北ドイツで作曲、活躍していた作曲家で、実はこのブクステフーデーというのは非常に、高名なオルガニストです。でですね、有名なバッハの彼の演奏を聴くために何百キロも徒歩で、バッハはその中部ドイツにいたんですけれども、北ドイツまで何百キロも徒歩で、ブクステフの演奏を聴くために旅行したという逸話が残っています。ではこの、スウェーリンクとブクステフで2曲続けてお聴きいただこうかと思います。
Thank you.
さて、ここまではクリスマスにちなんだ曲、最初に即興のメドレー、それから、今の2曲、オランダのスウェーリンク、それから北ドイツのブクステフでの古いクリスマスにちなんだ曲をお聴きいただきました。ここから後半ですね、オルガニストにとって誰が一番大事な作曲家かと言われれば、もちろんやっぱりバッハを欠かすことはできません。バッハが書いたオルガン曲っていうのは本当にたくさんあってですね、ベーレンがいたという楽譜の出版社から出てくる、出している楽譜は、何冊かな、大体10冊ぐらいの、箱入りの楽譜があってですね、それは全部バッハが書いた曲なんですけれども、それは多分オルガニストにとってみんな一番重要なオルガンのための曲と言ってもいいと思います。残念ながら今日は大きいオルガンがないので、バッハが書いた大部分 その大きいオルガンのための曲というのは、お聞かせすることはできないんですけれども、それでもいくつか手鍵盤の曲のための曲というのがありまして、今日はそれを、お聴きいただきたいと思います。どちらもチェンバロで弾かれることが多い曲なのですが、このポジティブオルガンで弾いても、独特の温かい魅力が感じられると思います。最初にお聴きいただくのが、平均率クラビア曲集、これはピアノを弾きになった方なら多分一度は名前を聞いたことがあるのではないかなという曲ですけれども、平均率クラビア曲集第1番、一番最初の曲ですね。多分有名な曲なので、皆さんもどこかで耳にしたことがあるのではないかと思います。それから最後にお聴きいただくトッカータの未長女ですね。これはバッハのものすごく若い時に書いた意欲的な、それからちょっと人をびっくりさせてやろうというような意欲にあふれた、ちょっと打ち上げ花火のような雰囲気のある曲です。それでは最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。Thank you.
Thank you.